よし、やりますか。はい、もしもし。はい。あ、そうですか。あ、わかりました。あ、ちょっとまずいな。あ、ちょっと今再提出させていただきましたので、はい、ご確認お願いします。ありがとうございます。はい、すいません。よし、大丈夫かな。まずいな、あと10分で出かけなきゃ。今日終わるかな。なんか不安になってきた。こんな感じで何かちょっと失敗したりとかつまずいたり、スケジュール的に余裕がなかったり、誰かに迷惑をかけてしまったらですね、僕の場合はすごく不安になったり心配になっちゃったりしてたんですよ。で、僕たちってこれからも、まあ、てか一生チャレンジを続けていくものだと思うんですね。なので今回は不安に感じながらもチャレンジをして前に進もうっていう人たちの不安をちょっとでも軽くできたらいいなと思って、僕の体験談をシェアさせていただきます。で、今回の動画のポイントもものすごくシンプルです。それは、その悩み本当に悩む価値がありますかっていうことです。僕も悩みまくって、うわー大変大変って先輩にめっちゃ相談してた時があるんですけど、その時に、おい、その悩みって本当に悩む価値あんのかよって質問されたんですよ。本来だったら、いや、それ悩んでも仕方なくないっていうところに、頭だったり時間だったり労力を使っていたので、いやー、すごく無駄な時間をして過ごしてしまったなっていうのはあるんですね。なので今回のこの動画のポイントは、本当に悩む価値がありますかっていうのを自分に解いていくっていうことなんです。はい、じゃあ今から具体的にやっていきましょう。はい、じゃあまずはノートをしていきます。で、まず一つ目ですね、ステップ1は、あ、ペン出ない。はい、まずステップ1は、悩みだったり不安を全部書き出していきます。ちょっと字が汚くてモザイクをかけたいレベルなんですけども、まあ、例えばお腹の贅肉が落ちないなだったり、仕事の納期が間に合わなさそうだだったり、家から出てスッキリ空間撮影できないな、田中さんがイライラしてるからなんか嫌だなとか、ドタキャンされて辛いな、もう10時になっちゃった、ダラダラしちゃったかな、めちゃくちゃ細かいことから結構大事なことまで、悩みだったり不安だったりモヤモヤっていうのを全部この紙に吐き出していきます。で、1枚じゃ終わりません、1ページじゃ収まりきりませんっていう人もいると思うんですけど、まあ、その人はとにかく全部出し切ってください。ちなみに僕最初の方モヤモヤした時って、なんか10ページぐらいブワーってモヤモヤしたことを書き出しまくってましたね。なので、とにかく頭の中から出し切るぐらいぜひノートに書いてみてください。はい、で、次のステップに行きます。続いてステップ2です。まずこう線をビーッと引いて、もう一個 B を縦引きます。今書いた悩みを自分で解決できるものと、どうしようもできないものに振り分けをしていきます。例えば田中さんがイライラしてるから不快っていうのがあったとして、その田中さんの機嫌ってどうしようもないじゃないですか。もう田中さんの中でコントロールしてもらえるしかないんで、なので、まあ、田中さんって書いたりとか、他にももう10時になっちゃった、ダラダラしちゃったっていうふうに後悔した念があったとして、でその10時をじゃあ8時に戻せますかって言われたら、まあ不可能じゃないですか。そう、なのでこれからどう過ごしていこうかなっていうのは自分でコントロールできることなので、こっちに10時っていう風に書きます。本当に字が汚くて申し訳ないんですけど、こんな感じで自分で解決できる、自分で対処できるものと、どうしようもできないものに2つ振り分けました。そしてどうしようもできないものはもう忘れてください。ここにもう時間と労力を割く必要はないです。僕たちは今からこっちにフォーカスをしたいっていうことなんですよ。悩みだったり不安をただ吐き出すだけでも十分すっきりするんですけど、ただそこから対処すれば状況が良くなっていくものもあれば、何をやってももう状況変わらないと、もう何やってもダメっていうのもあるんで、だったら僕たちが持っている大切な時間だったりお金だったり労力エネルギーっていうのを、その行動すれば状況が良くなっていくものだけにフォーカスしていきましょうよっていうお話です。今どんどん状況が変化している中で行動しないっていうのが一番もったいないと思うんですよ。多分気づいたら、
あれ置いてかれてるみたいな状況になっちゃうと思うので、僕たちはどんどん新しくチャレンジをして前に進んでいく必要があると思うんですね。そうで、チャレンジをしていくと、変化をしていくと、必ずそこには失敗がついてきますし、大丈夫かなって不安になっちゃったりもすると思うんですよ。なので、そういったモヤモヤだったり悩みだったり不安っていうのをまず一旦吐き出して整理しましょうと。で、その中で自分が動けば状況が良くなりそうなものに全力を使っていきましょうっていうことで、この紙1枚あれば不安はどんどん解消されていきますっていうことでシェアさせてもらいました。ものすごく簡単でシンプルで、いつでもどこでも誰でもできるものだと思います。そうなので、もし興味がある方がいたらやってみてください。環境はどんどん変化していくと思うんですけど、僕たちもそれに身軽に対応していくように、やっていきましょうっていう感じですね。僕ももちろん日々不安だったり心配と戦っているようなところもありますんで、まあそういう時はチャレンジしている証拠なのかな、なんかこう変化している証拠なのかななんていうふうにも思ったりもしてます。はい、ということで、まず最後余談でしたけども、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。